だいぶ掴んできたよ。だいぶ掴んできたよ。え、クルメイト。さあ、トータス。配線がある。配線じゃなかった。はよ、おせえ。何をしてたんすか、おまおじさん。めっちゃ凝ってはるじゃないですか。おまおじさん、いや、え？終わって、押したんやけど。え？左下で待機してましたよね。ね、左下？いや、え？シリフです。あのね、アルマハタサコが停電治ってから2人でミーティングに上がって、行ったら、うん、もう立ち止まってるおまおじさんがいて、え、なんで押さないのこの人って思ったら押したみたいな感じなんですよ。2人来たから慌てて押したんじゃないですか。いや、そう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 、そう見える。いやいやいや、アルマの言うことで聞きます、今日。いや、言いがかりがすぎるで、それは。普通に2つやってきて、本当にいいのか、本当にいいのか。でも1やばいよね、あれ。これやばい、これ釣られるよ、本当に。ほんまに釣られる。釣られるよ、おまじさん。いや、僕はスキップしたけどね。奥2つやって、まあ、で戻ってきてボタンや。一旦スキップで。入れちゃう。わかりました。バイタル見ました。バイタル、バイタル。従います。アルマに従います。おい！おい！山田に全部壊されるかも、アドミンとか。インポスターあるよ、あれ。いや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 。6秒、6.5秒以内ぐらいです。はたさこはアーカイブからシャワーの方に行ってるのを多分イゾーラフで見てる。はい。だいぶ初手っすね。停電なるずっと前にはたさくんが、うん、シャワーかメインホール入って、そっから知らないっすね。エンジン帰りきの方に。おまおじさんはどこにいます今？展望に入りかけてます。なんか死にあります。これ見てる。みんな追っかけてってた。なんかすごい人気者でした。うん、なんかいやめっちゃ怪しい動きしてるもんマジ。もう何してもそう言われる。おじさんも釣られたわけで。いやでもね一技層とかでもこのターンは無理なんでしょ。このターンは無理やから。うん、じゃあいいんじゃない？うん、基本的になんか慎太郎トータスハイブリオマオジの4人は、うん、まあ左側の俺ちょこちょこ見合ってるんで、うん、あはい、無理そうかなって感じ。うんうん、あれごめんなさい、ハタサコの初見出してくれたのって誰でしたっけ？イゾーラ。あ、イゾーラか。はい。ガミさん、ボタンのガミさんってむずそうっすか？ 6 秒以内ですけど。イゾーラ的に。イゾーラあるで、多分メインに湧いて、俺とオラフ君が速攻シャワーに行って、俺がタオルタスク、オラフ君が覚え系、で、上に上がるときに、いや、多分ね、僕、カモ、あ、僕メインだ。メインだ、メイン。ごめんなさい。メインエレキバイタルカモツ。で、タオルを解除して、上に上がるときに降りてきたのを見たから、2人で。うんうんうん。これハタサコがエレキ行ったのかエンジン行ったのか分かんないって感じでしょ。一応じゃあ僕証言出すけど、エレキ最終自分います。どこでしょう。僕もエレキいます。6番と9番の間です。あーだったら合わないかも。僕あの7番と8番の間です。うん、結構なんか入り組んでるんで今回。イゾーラはお互い手を取れないですか。いや、オラフ君がアーカイブのダウンロードしてんのおいて、俺はもう貨物の方に向かってるから。え、貨物のどこにいます？ラウンジのトイレの中に。ああ、だからあれっすね。はたさこくんがメインに行ってからシャワーに戻ってこない限りは無理だと思います。でもはたさんアーカイブ分けだからないと思うけどね、それ。うん、あと一応ね、僕目線確率に白が打てるのはハイブリさんだけで、エンジン側に向かってるならトータスさんはワンチャン届くかもしれない。あ、最後の最後に。同じくそれ思ってる。ああ、なるほど。ね、ちょっとだけ違和感あるのが、俺と慎太郎くんが先行して停電の展望デッキ入ったのに。と思ってるけど、
その前におまおじが行ってた気がするから、おまおじが今展望デッキに入ったはちょっと違和感。じゃあおまおじさんエンジン来てください。来なかったら釣ります。おい誰かカメラ行っても切られるの。あ、行っても切ります。現場行きまーす。ないで、それ村にない、村にない。コミュ見ときます。ごめん、来た阻止。おまおじさん、ちなみにどこ脇ですか？行ってた行ってた。どこ脇ですか？いや、アーカイブ。アーカイブは僕と伊豆さんが湧いてるんで。アーカイブ、いた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 って。伊豆、お前、アルで一緒に湧いて、俺とアルマ、速攻でした。いたけど、おまおじさんいた。いたけど、俺とアルマがエンジンついてから全然来てないから。ガミさん、言うたって、俺おった。エンジン右の階段でよちよちしてました。やば。いや、さ、ダメじゃん。じゃあ、もう、おまおじさんって、パタサコ切るの話進めましょう。いや、そう、一番めんどくさいのが、おまおじさん来なくて、どっかで2キロ来たときが一番めんどくさい。確かに。そう、僕ボタン押したんですけど。ああ、もう釣りましょう。いや、板は板やん。なんで左まで来なかったんですか？確かに。いやいや、まあ、もう今まさに、よちよちしてたのは何ですか？ちょっとした小ボケやんか。でもね、おまおじさん、はたさこさん切ればやってなさそうなんで。絶対に無理やねんから。それだったらなんか、アーカイブ開けたのよ、はたさんって。で、シャワー、なんかタオル回収してる、して、行った時に降りてきたんだよね。多分、はたさん初手ダウンロードやってると思う、そしたら。で、で、僕はゴミタスクやってすぐメインの女性に入ってるんだけど、でその後エレキ勝ち合って6球間で終了なんだよね。で、畑さんそこには僕指定だと来てなくて、まあ、先行してる場合はあれだけど、エンジン側に抜けてる方が濃いと思うから。畑さこってさ、エレキの勝ちタスクしてるの誰か見てる？前のターンとか。してないんだったらエレキ来たら来ると思うから。エレキの構造って7番から結構直接的に行ける感じですか？アスタリスクまで。いや、いけるいける。いけるよね。789だと。789だと、ね。多分。あ、じゃあ、エレキって言ったら、なんかどっちかが見そう。プテタケの。いや、そう、竹尾さんがなんか結構強気にどこですかってかぶせてきてるから、あんまり竹尾さんも、多分先にいたのは竹尾さんだけど、切ってなさそうだなと思うから、エンジンが抜けてそうだなと思うけどね。このボタンが鬼気めっちゃ白いなと、俺は。まあ、そうっすね。すぐ押してるのも白いっすね。エンジン側やったら、俺は最後、宿舎下のダウンロード。うんうん。まあ、トマトさんか、まあ、ガミさんがギリギリ切ってボタンとかいけるのかな。そうですね、ミーティングまで登ってきてれば。誰、僕どっち入れたっけ。いや、これはなんかスキップ入れたかもしんない。ノリで。これはあかんで。ノリで。パタコと喧嘩しないでくださいね、霊界で。確かに。旗をまた。いや、もうこれさすがに助ける、伊豆さん。それ多分マットの懸念でボタンを押されるはず。タスクが進まなさすぎてやばい。エレキの7番降りたところ結構直近ですよ。これ4秒以内くらい。貨物で停電直してます。オラフ君って犯人見てないの？あ、ごめんなさい、ミュートしました。オラフ君が犯人見てないんだったらオラフ君になっちゃうな。え、マジっすか？てか、お前さんマットじゃないんや。マットじゃないっていう。一応シャワーからメイン入って、そのままエレキ降りて発見です。はいはい。で、停電中に俺は直さずにそのまま行ってて、メインからの侵入は多分ないと思うし、あっても慎太郎くんやけど、初手切る絶対慎太郎くんできない僕の位置なので。はい。うん、今、位置関係なんですけど、僕4番にいて、オラフくんが7番にいるみたいな感じだと思うんですけど。いや、そうですね。いや、僕、武雄さんは見えてないんですけど、停電中だったんで。うんうん、しかも僕今光ったから死体もいちゃってそうだし、俺も鬼気は見てないけど、4番から7番に入ってくるオラフ君は見たって感じ。まあ一応おまおじさん白の可能性も、いや、まあないか。いや、ないでいいと思うよ。
いや、僕はキルしてないんで他の線を追ってほしいっすね。まあじゃあオラフ君じゃなかった時のことを考えると、え、オラフ君目線鬼気は、あ、見えてないのか。できないとは思います。やってたらかん、もう僕ってもう武雄さん名指しで言うと思うんで、ほぼ対抗で、てか武雄さんセルフすると思うんですよね。他の人の位置洗ってほしいっす。あ、停電直した人って誰ですか？トータス貨物で直してます。あ、じゃあトータスさん絶対できないっす無理だね、うん、4秒以内なんで。オラフ君視点ってさ、あってもさ石油からの侵入とかエレキ8番からの侵入しかなくない？ないっす。他の人洗ってほしいっす。あ、僕トータスさんと貨物連れ途中まで一緒でバイタルダウンロードで最後エレキに入ろうとしてます。慎太郎が最終位置アーカイブです。おかみは最終位置ラウンジです。で、停電入るときにシャワーでタオルタスクしてるハイブリさんを置いてアーカイブラウンジって抜けてます。うん、俺視点はオラフ君がまあモニキやけど、いや僕じゃないです、僕じゃないんで、慎太郎君と伊豆さんのどっちかだと思います。武雄さんは多分薄いと思います。いや申し訳ない。ナイス。はい、お、いや、おー、でかいな。でか。しかも竹雄さん。あ、オラフ君マット？マット。オラフ君マットで鬼気ついてって。で、今キルが凝ってないからおもちさんはインポスターか。かね。ですね。うん、キルクルは上がってましたね今。ん？それとトータスさんは白。そうね。でアルマがシルクだから、うん、ガミさんってどうでしたっけ？ラウンジって言ってた。ラウンジシャワーのタオルタスクにいるハイブリさんを見たぐらいしか情報がないです。はい、ラウンジ。2分かけたらタスクが終わるかだけ先に聞いておきたいです。終わります。終わんないです。終わります。終わんない。終わんないです。ああ、配線が3つあら。でも3分の1は無理なんですよね。そうそうそう、うん、アルマ君シェリフでしょ。でおまおさんね、やっぱ初手切り関わってないと思うんで、うん、そうなってくると僕とハイプリさんは互いにインポスターではないってことになるんで、うん、うんうん、だから伊豆神に考えると伊豆神になるけど、うん、まあ万が一死人漏れがあったらハイブリ慎太郎もあるって感じ。え、待って、ガミさんって無理じゃなく、あ、じゃあボタンか。あー、シンさんはそういえば平井の時にハイブリさんにだけ白打てるみたいなこと言って、うん、見てた。そうそう、最後ね、停電中で配電盤前にいてハイブリさんだけ展望デッキで見たから、っていうか初手おまおじがほぼインポスターの状態で、あ、じゃあもう伊豆神しかないじゃん。うん、ハイブリ慎太郎でおまおじをずっと駆け回してたのよ初手、うん、それでタスクが進んでなくて申し訳ないんだが、うん、だからキルはできないか、この追っかけ回してる様子だけは。じゃあ伊豆神のランにしましょう。僕はスキップに入れるんで満票入れてください。言えることなんやろ。ハイブリスさんを切ろうと思ったら切れた今のターン。でも俺って容疑者位置じゃない？セルフがあるから。あ、セルフか。いや、どうなんやろ。でもどうなんやろ。僕がインポスターの場合とお前さんが切ってない時って僕が切ってることになってるから、はたそこのことってなったらハイブリ慎太郎石を取れるの分かってるから。あ、そうか。多分切ると思います。そうか。伊豆さんも捨てければできるのか全然。できるできる。なんだろうね、うん、マットのオラフ君との死人だから最初。そうか。あ、みんなもう入れちゃった。どっち入れたなみんな。ランダムです。わかんないな。いけ。ガミさん、ガミさん多分本当のこと言ってんだよな。わあ。おお。好感度出ましたね。腹立つやろなこれ。好感度落ちてくな。おまおじ何しとんねん。お前何しとんねん。それそうや。何しとんねん。いや、あんだけビタビタ、あんだけビタビタに自分の心情をさ、アルマ君に言い当てられると思ってなかったんだよ。いや、あれは怪しいよね、パタさん。いや、もう、あ、おかしい。し左下に言うのはおかしい。いやね。もうやめてー。はしごしてる。よし、じゃあ次行きますか。京都ですからね、今日は。ご利用したね。ご利用したな。まあまあ、助け合っていきますからね、行きましょう、じゃあ。はい、お願いします。お願いします。すいませんでした。